Kenichiro Suzuki. Height, 5 feet, 11 inches, 1.8 meters. Weight, 170 pounds, 77.1 kilograms. When Ichiro began to play in the United States, 息子がイチローのことを勉強している。息子がホームスクールのやつでイチローを勉強している。今日はこれからマスクを作ります。 OK? いろいろ調べるとさ、どういう風に作る方が出てくるから、私は別にこういう風にやるよみたいなの見せないけど、これ家にあるマスクね。これから型を取ったわけ。今こうやって型を取ったのね、普通の紙に。でこれのちょっと小さめに切ったやつが、これ子供用のやつなんだよ。で使う布なんだけど、ちょっとキャメロンが勉強してから違う部屋来たんだけどさ、使うのなんだけど、先週さ、食料品の買い出し行った時にアーツ&クラストストアに行ったんだよ。でマスク用の布と思って見てたらさ、布もこのゴムあるじゃん、耳のあれも全部ないわけないわけで、まあ私がそのさ、アーツ&クラフトストアに行った時に買いたかったのはゴムなのね、ここにつけるゴムで、ボケてる、まあ全部どの太さのゴムもなかったのね。でうちに太いこんぐらいのゴムはもうあったの。あのね、キャメロンのパンツにゴム入れようとしたことがあって、昔で、その時に買ったやつがあったから、あ、もういいや、それでいいやと思って、ゴムは。で布は売ってないわけじゃん。で布が売ってないって、結構さ、アメリカのアーツ&クラフトストアって布を売ってるところ結構少ないんだよね。そうで、毛糸とかはたくさん売ってるのに、布を置いてないお店が結構多くて、置いてたとしてもこのぐらいの大きさとかしか置いてないところとか結構あって、まあ私が行ったところはもう売れてなかったんだ、売ってなかったわね。で布はまあもうその店行く前からもう子供たち の着れなくなった服でいいやって思ってたからまあその布があるの。だからそれを今日使って、これからマスクを作る。 OK? I do everything. Oh yeah? I sell you chat. How cool is that? Put a lot of my pocket, so we checked everywhere we went. And we didn't find it, so got this one.みなちゃん、これさ、これ今できたのね
だけどさ、娘にさ、こうやってつけた嫌がられ。嫌がられ。で、キャブロンにこうやってつけてみたの。そしたらなんかさ、下着履いてるみたいな感じ見えるわけ。なんか下着履いてるみたい、これ。こうなるはずなんだよね。だけどさ、こう一つ目を作った反省としては、なんかさ、これだけ散々 YouTube でチュートリアルとかいっぱいあるのに、それ見ないで作ったのね。自己流でやったの。だからすげえ時間かかったし、なんか、時間かけなくていいのに、まあ、無駄な手間が多かったから、これは1個目は1個目でこのままにしといて、ちょっとこれから YouTube のチュートリアルを見て、一から作ろうと思います。だってさ、これちょっと小さいよ。ほんとパンツを口にこうやってつけてるみたいに見えない？これ。そんなことない？アーメン、よし。そこにナビが。一から作る？じゃあまた。ニューナビが。このね、耳にかけるアイディアはいいんだけど、いいんだけど、あれ、なんだっけ。そう、縫う上でいろいろめんどくさい。ほら、見て、ここがね、縫う上でいろいろめんどくさいから。うちミシンないからさ、なんか、娘が生まれるときにも女の子生まれるし、ミシン1個買おうかなと思ったわけ。女の子生まれるからなんかいろいろ作ったりするだろうなと思って、なんかフリフリのスカートとかさ、だけどなんだかんだ買わずに来たんだけど、今更欲しいね。今更欲しいけどさ、もうこう縫う系、こうあの枕目とかアクセサリー作りとか私好きだから、このね、服作る縫う系ハマっちゃったら多分もう大変なことになると思うんだよね。大変なことになると思う、私。多分もう家事も何もしないでこういうのばっか作ってると思うから。そうそうそう。だからミッションはやっぱ買わない方がいいね。うん。ミッションは買わない方がいい。多分。モニモニー。おはようございます。今日はね、なんでこんな髪をしてるかというと、超面白いでしょ。これから朝ね、こっちが朝のアメリカの東海岸が朝の10時に、私のお友達、メイクアップアーティストのお友達、ニューヨークに住んでるまゆちゃんっていう子とライブをするんですよ。で、そのために今準備したんだけど、すごい面白い感じになってるでしょ。これ完成形じゃないからね。そう、今9時だから、もうこんな感じで髪はとりあえず終わったから、朝ごはん食べて、そう、10時になって、10時までに準備する、10時にライブの準備する。これから子供たちは食べ終えたから、これから自分の朝ごはんを作ろうと思うんですけどね。このワッフルは昨日作ったやつです。オッケー、20秒ぐらい温めたじゃん。そしたら私は今日甘くしたいんですよ。なんでこのココナッツホイップとクリームを上にのせまして、そしてこのブルーベリージャム、冷凍のブルーベリーと砂糖だけで作ったやつなんだけど、これを上にのせる。の前にコーヒー。今日はただ買ったコーヒーを飲もうと思う。てかこの前髪面白くない？マジで。こいつとこれがクリームでつけたいな、クリームでのせたいなっていうやつよ。で
私のお決まりのキムチのコップに、もうキムチって言っちゃったからもうキムチにしか見えないでしょみんな、まあ、大体キムチなんだよ。キムチかあとはなんかマヨネーズとか。だってさ、引っ越すって決まってたじゃん。だからもう壊れちゃった時は買い足さなかったの。もうこういった感じの容器でコップは大丈夫だと思ってたの。これはね、カスコで買ったんだけど、ちょっと後ろうるさいでしょ。これはね、カスコで買ったんだけど、アガベシロップってまた違うタイプのスイートナーなのね。なんかさ、砂糖以外にスイートナーっていうと、あのメープルシロップとか、あとどういうのがあるっけ。入れすぎたよこれ。いや、入れすぎたね。Whipped cream and waffles. With and blueberry and whipped cream waffles. Yeah. I say that whipped cream. 上手。上手。Oh, that's coffee. Mm-hmm. I'm gonna go to my room. Go ahead. Shake it.Okay. エリソンにオッパーあげて、エリソンにオッパーあげて、これからねライブ始めますよ。トイレ行ってきた。オッケー、まゆちゃん、始めるよ。オッケー、オッケー。トゥルルル、トゥ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 ルル。はい、みなさん、こんにちは。のぞみのお部屋でございます。今日のゲストは、ニューヨーク在住のまゆさんを、お招きいただいてですね、はい、トークをやっていこうかと思いますでございます。セージありました。セージいいよね。ここに今ありますセージ。こっちは朝の10時です。このさ、前髪ちょっとあの気にしないでね。オッケー、まゆちゃん来ました。このここれが何なの。これがまゆさん来ます。お、かわいい。おはよう。私もヘアスプレー必要だわ。いや、俺がさ、これ入れたことによって上がっちゃって。あ、かわいいね。っていうかさ、